土曜日は、かりんさんお祭りがありましたね、来てくれた方もねたくさんいました。ありがとうございました。ありがとうございました、ね、朝一10時から、うん、そしてお昼で12時半、最後3時半かな、うん、3ステージね、結構ハードやったんですけど何とか、皆さんのおかげで、楽しくできました。で、まあ、その後に矢倉の上でね、盆踊りの、呼ばれてまして、盆踊りで歌うっていう企画が、うん、矢倉やっぱ楽しいですね。なんかいつものライブとはやっぱ違う、この景色じゃなくてもっと上からねこう、まあ、見下ろすって言ったらちょっとね、ちょっと失礼な感じですけど楽しかったです、めちゃくちゃ。しかもその日はその盆踊りをするところ の, あの機材を使わせてもらったんで、多分音もめちゃくちゃ大きかったと思うんです。なんかこう歌も届いてるなっていうのがね、あのなんかみんなが楽しそうにしてる顔を見てたら、あ、届いてるわっていうのをすごい感じまして。見えた、暗かったけど。いや見てるで俺めちゃくちゃ、まあインストアでもそう、どのライブでもそうですけどね、見てます皆さん、変わんない顔僕も見てますよ、しっかり見えてる。え、ね、僕の目ん玉見えますか。見えへん。どこ見てるか分からへんじゃん。いつもあっち見てる。こう思い出てもこっち見てるかもしれないね難しいねそれ。いやもうまだから、じゃあもしかしたらいつも見られてるっていう感じでほっといてほしいってことね。そういうこと、そういうこと、そういうこと、そう思っといてほしい今こっち見てるけどもしかしたらあっち見てるかもしれない。全然こっち見れる視界は一応入ってるからここに見える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 。あ、そっち向いてやるな。うん、あのこう見ても登録見えるよほんま。うん、だからメガネ取ったらめちゃ器用やん。そうそう、俺のあの首向いてる方をだからこっちにおるからさ、こう構えてこう、こうやからさ、なんとかこう、こういう感じになってんやけど、見てる見てるよ、こっちが見てる時もこっち見てるのかそれはこう向いてこう見てる時もあるよなんかね、ヒロほど器用じゃないんですよ。ヒロはこう、ほら多分、皆さんもライブ中に目合うと思うんですよ。合う合う合う、もう、一人一人順番にそうそう、こっちからね、いいじゃん、いいじゃん、じゃん、今日見てない人いてないかな、言うてこう探してるんですよ。なるほど。じゃあ、もう、あれ、会えへんかったら確実や。私、目上げてください、そういう時に。私、会ってませんって言って。でも、その時に、ちょうどヒロ君を見てたら、見てなかったら会えへんやろ。そうやね。そういうことです。僕、結構見てる時に、強し見てるなっていうので、ああ、もう今日はちょっとスルーかな、みたいな。だからでも歌いながら見てるからさ。ああ、そうそうそう、ちょっと今日はこういう話もしながらちょっと疲れてんかなと思って、もうちょっと疲れてんかなと思って。いや、ほんまに、服だけでも元気にしようと思って真っ赤やし、星やしさ、漫画の主人公みたいな今日なんかちょっと静かやな、お店がしてん。